チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ、今回はね、大根ね、大根のパリパリ焼きを紹介します。で、大根餅っていうと、もちもちっとしたね、食感で表面パリッと焼いたね、結構手間のかかる料理で、簡単に作るやり方も YouTuber に皆さんいっぱいね、みんなやってると思うんですよ。みんなやってるのやっても面白くないし、これもう絶対やった方がいいですね。はい、じゃあもう簡単にね、紹介していきます。これね、大根細切りですね。大体マッチ棒ぐらいの大きさに切り揃えたもの、皮を剥いて 300g 用意してください。これスライサーでね、やっていただいても構いません。耐熱ボウルに入れて、これをラップしないでいいんで、600ワットの電子レンジですね、約1分チンします。はい、でチンしてる間にね、これ干しエビですね。大根餅に干しエビとかね、もう欠かせません。約 10g、 はい、干しエビ約 10g をこれぬるま湯でさっと洗うんですね。はい、ちょっとね、エビの周りに小さい殻やゴミがついてることがあるんで、これさっとぬるま湯で洗います。はい、そしたらちょっとここに紹興酒、なければ普通のね、お酒でも構いません、料理酒でもいいです。大さじ1杯ぐらい入れます。はい、でこれで、干しエビをね、軽く戻しておきます。はい、で電子レンジの方でね、大根を約1分チンしました。完全に火が入ったわけじゃなくて、ちょっとね、ちょっと汗かいてきたって感じですね。はい、大根の味っていうか風味を生かしたいんで、水にはさらしません。大根の特有のアクが苦手な人は、水で洗って乾かして、水気を切っていただければ OK です。はい、でこれでね、リードペーパーなどにくるんじゃいましょう。くるんで、大根の水気を切っておきます。おやつカルパスを茹でて、ドライソーセージを茹でて、ウインナーみたいにするっていうのがツイッターで最近ものすごくバズってますね。でも味が薄くて美味しくないみたいなんで、別にやらなくていいかなって感じがしました。でもなんかね、 おやつとかお菓子系を料理に使うっていうのがなんか最近バズるのかなみたいな感じです。なんかなんでそういうものかバズるのかがよくわからない。はい、でこれおやつカルパスを、まあサラミでいいですね。サラミこれ細切りにしていきます。約 40g。 これを細かく刻みます。下ごしらえです。終わりです。はい、でちょっとこれね、大根の水気をギュギュッとね、もうちょっとギュギュッと取ってやりましょう。じゃあね、大根の水気をギュッと絞ったらこんな感じです。はい、こちらに今回は直接粉を入れていきます。これね、日清フラワー薄力粉ですね。サラサラタイプの方、まあ、普通のね、薄力粉でも OK です。大さじ1杯。で片栗粉が大体大さじ4杯ぐらいですね。大さじ4杯入ります。こう混ぜて、大根に粉がしっかりコーティングされる感じね、これがベストです。大根にしっかりこの片栗粉と小麦粉をまとわせるっていうのがポイントです。はい、でここに、ソーセージ、ドライソーセージと干しエビももう全部一緒に、ね、混ぜちゃいます。はい、これでもう生地完成。大根のパリパリ大根餅風の生地完成です。はい、あともう焼くだけですね。ちょっとフライパンを温めてやって、ここにごま油をフライパンにちょっと多め、5mm ぐらい、はい、5mm ぐらい入れます。で火加減は弱めの中火です。
ょっとこれフライ返しとかでちょっと押してやって、うん、あとはね弱めの中火でじっくり焼いていくだけ。弱火ぐらいです。弱火でじっくり焼いていく。ちょっと火強くすると焦げちゃうんで、弱火でじっくり焼いていくって感じですね。大体5、6分ぐらいね、弱めの中火で焼いて、この生地がひとまとまりになりました。で、ちょっと表面がパチ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 いってきたら、これをひっくり返します。ね、どんな感じになってるでしょうか。よいしょ。ちょっと焦げた。ちょっとね、火加減が強くてちょっと焦げちゃいましたけど、サラミがね、ちょっとカルパスがちょっと焦げちゃったけどね。パリパリ感強めの大根餅って感じでしょうかね。はい、ちょっと反対側もね、パチパチしてきたら、もう OK です。火止めます。あらよっと。はい、こんな感じです。反対側はね、うん、結構パリッとしてる。はい、じゃあこんな感じでね、大根餅完成です。あとね、ここに、酢醤油、酢醤油をつけて、あと好みでからしとかね、あってもいいですね。からし、うん、で、この大根餅にネギがよく合います。ネギをパラリンコーとね、します。はい、これでね、パリッともちもち、パリッともちもち、お手軽簡単大根餅の完成です。うほ、うまそう。いいですね。ってことでね、このちょっとパリッとさせたね、大根餅ですね、オリジナルレシピ片栗粉米バージョン、早速いただいてみたいと思います。からし醤油、まあ、味結構ね、サラミと干しエビから味がしっかりついてるんで、余計な味付けとか一切できないです。もう素材の味だけを楽しむって感じですね。そのままで食べても美味しいです。まずは、じゃあ、まずはね、そのまま。うん。うまっ。うん。めちゃんこウルトラスーパー美味しいね。うん。表面はカリッとしてんの。カリッとしてて、中はトロッとしてて、もちっとしてる。カリ、トロ、もち。最高。で、酢醤油は醤油2にお酢が1の割合ですね。これつけて、からしもつけて、うん、合う。干しエビとサラミとかカルパス、これ入れなきゃダメ。これ入れるのと入れないの全然違うから、ぜひねやってみてほしいですね。うまい、止まらない。ビールが進む。これはからしだけつけたもんね、うまいんですよ。うん、うん、大根のシャキシャキ感、それとトロッともちっとした食感、これも最高だね。これはもう本当簡単で美味しいんで、ぜひね皆さんやってください。大根餅、手軽簡単、ぜひやってほしいと思います。はい、ということでね、このシシの簡単、大根餅、やってみよう、美味しそう、ね、少しでも持っていただけたら、ぜひチャンネル登録、ポチリンコお願いします。チャラリンコじゃんけん、久しぶり。さあ行くよ。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。はい、グッドですね。もう大根餅めっちゃ美味しいから、グッド、ちょびりグッド、ちょびりグッドです。ちょびりグ、ちょびりグ。はい、ってことでね、また見てね。チャンネル登録よろしくね。最高。